今日は IC 産業と液晶産業のことについてお話しさせていただきたいと思います。今、司会の、岸本先生も、の方が、はるかに専門家ではないかと思いますけど、ちょうど1年ほど前に、深圳に、中国に3年半ぶりに行って、で、その時、深圳、に行ったんですけど、その時に、たまたまなんですけど、液晶の工場を、初めて見たんですね。で、ちょっと大変驚きましてですね。で、ちょっとこの液晶のことを、今まであまり実はそんなに研究してなかったんですが、ちゃんと、どういうことになってるのか調べなきゃいけないなと。それからその前からの半導体のことは、ちょくちょく、大学院の学生でそれを専門にするっていう人もいたので、その人と一緒に勉強してきたんですけど、で、こうしてみると、その液晶ってのも、一種の半導体なんですよね。半導体の原理を使って、バックライトをこう塞いだり、塞がなかったりして、それで、発色というか、色を光、あの、えー、画面を出していくというものなので、いろんな意味で、両者を対比したら面白いのではないかと思った次第であります。で、この両者のにおけるこう中国のポジションというのは非常に対照的でありまして、液晶産業は、特にテレビに用いる中型大型の液晶パネルの生産では中国が世界の7割を占めてるですね。スマホなどに使う小さなパネルの場合は、有機 EL を使うケースが多いので、その面では韓国系のサムスン LG がまだ競争力あるんですけど、液晶となるともう中国の独壇場になりつつある。小さい方のパネルでも4割、5割ぐらいの、シェアを持っております。で、一方、IC 産業、半導体産業については、注目される割には中国はあんまりパッとしないんですね。中国政府は、1980年代からかなりこの IC の国産化に力を入れてきたんですけど、現状でも国産化率を仮に測るとしますと25%程度であって、国際競争力というの、いう、まあ、まだ国内市場もちゃんと確保できてないような状況でして、とてもとてもアメリカなどに対抗していくような水準にはないと。ところが、一般での関心、あるいは政府レベルでの関心というと、もう半導体産業に注目しすぎでありまして、アメリカ、特にアメリカ政府、および日本政府は非常に警戒して、もう設備や技術を渡さないぞという、形で、対応してるわけです。で、それだけじゃなくて、アメリカ政府も日本政府も、中国に負けないように、国家が投資を、こ、投資じゃないですね、助成金を出していると。何兆円も出していると。で、一方、液晶については中国が世界の7割を占めていても、あまり警戒してないというか、そもそもあまり多くの人がこの事実を知らないようですね。ということで、まず IC 産業について、見ていきたいと思うんですけど、この IC 産業、中国の IC 産業政策については、非常に多くの誤解があると思います。はっきり言って誤解があると思います。例えば、日経新聞の太田さん、太田康彦さんという方が、半導体の地政学っていう、
本を2021年に出されたんですけど、まあ、その一文を引用しますと、中国政府は2014年と19年に設置した官製ファンド、国家集積回路産業投資基金の第1号と第2号を通して、5兆円を超える政府助成を実行している。これだけだと、米国とほぼ同じ額だが、地方政府のファンドを加えると合計10兆円以上が投じられたと見られると。このように書いておられます。で、これは別に太田さん、ただ一人の認識じゃなくて、大体日経新聞はこの調子で、いろんな記者が同じ趣旨のことを書いてるんですけど、私が、まあ、調べた限りですね、まあ確かに2つファンドがありますと、その投資額は、まあ、この太田さんがこう書かれた時点では、日本円にすると3兆円いかない、2兆7000億円。で、直近の時点で言うと、まあ4兆円ぐらいになってるから、まあ5兆円といって、まあ、遠からずという感じではありますけど、でもちょっと5兆円を超えてはいないんですね。まあ、いずれ超える可能性はありますけど、まだ超えてないです。それから、この、太田さんの書き方によると、じゃあ、残り5兆円は地方政府のファンドが投資しているということになるわけですけど、この地方政府のファンド、まあ、これはまあどう定義するのかということにもよりますが、まあ、地方政府が出資していると。で、半導体産業の投資を名前に、謳っていると。まあ、このような定義で、集計しますと、全部で12のファンドがあって、その、投資額で言うと、まあ、日本円にして1兆6千億円ですね。到底5兆円には届かない。で、かつ、この太田さんの一文の中で、気になるのは、政府助成って書いてあるけど、まあ、助成っていうのはお金あげることですよね。実際に行われているのは投資ですね。投資ってことは、いずれ、エグジットする目的であると。いずれ、その出資分を誰かに売ってですね、エグジットするということが、まあ、織り込まれてる。で、私が見る限り、その実際に行われているのはこの後者で、実際にかなりエグジットしてるんですね。ですから、いろいろと正確な、説が広まってます。もう一つの不正確な説は、同じく太田さんの方から引用しますと、半導体の自給率を2020年に40%、2025年までに70%に引き上げるという大胆な目標を示したということですけど、中国製造2025の中にそのような目標が書いてあると言うんですけど、これ書いてないです。どこをどう見ても書いてないんですね。で、書いてないだけじゃなくて、中国の新聞でですね、中西側では、日本やアメリカではこのように言われてるけど、そんな目標ないからねっていう、まあ、当局の、中国政府の当局者のコメントが報じられたこともあります。で、これは、大きな誤解だと思います。中国製造2025はそもそも2018年以降、中国政府は、一言も触れてないですから、まあ、これ自体存在しないんですけど、そもそもその前に、中国製造2025にこんな目標を書いてなかった、ないですと。で、まあ、残念なことにと言いますか、このような誤解は、まあ、一人日経新聞にとどまるものではなくて、もう日本やアメリカの政府もすべて共有していて、まあ、そのためか、巨額の、投資じゃない、助成を行っております。最近の、ビジネス誌の集計によると、日本政府は2021年から23年度に4兆円以上を支出したと。で、まあ、九州の TSMC 熊本工場などなどに、補助金を出している。こちらは補助金ですね。助成金ですね。で、特にラピダスに対しては、2兆円の支出
必要資金のほぼ全てを日本政府が出すというふうに、まあ、雑誌には、では報じられてます。ラピダスは、日本政府は出資はしてないので、資本金から見ると、まあ、民間企業が、のみが出資してるんですけど、お金は全部政府が出すという、こういうの何と言ったらいいのか、国説に、ね、って言うんでしょうか。なんか不思議。まあ、で、しかも、まだ一個も IC 作ってないのに、2兆円出すこと決めちゃったという、まあ、非常にリスキーな、ケースではないかと思います。で、まあ、ここから、中国の半導体産業政策をちょっと簡単に振り返ってまいりたいと思いますが、まあ、広い意味で、半導体が作られたのはもう1960年代からなんか作ってはいるんですけど、IC、集積回路となるとこれは80年代前半からその取り組みが始まりました。で、最初はカラーテレビの国産化の一環として、カラーテレビ用のリニア IC を、生産するという、まあ当時放送自体がアナログですから、アナログの信号をアナログで、増幅するリニア IC というものからスタートしているわけです。で、東芝から、技術移転されて、まあ、無借にある、国営の工場に、設備を設置しまして、このプロジェクトは大変うまくいってですね、中国で生産されるテレビやラジカセの40%に供給したそうです。しかし、その後、テレビはデジタル化しまして、放送がデジタル化する前に、テレビの中の回路の方がデジタル化しまして、それについていけなくてですね、その後は、実はまあ、日本の、IC などを使っていたようです。1990年に湾岸戦争が起きた時に中国の政治指導者たちがショックを受けて、これはIC 国産化が必要だということを、まあ、痛感しまして、908プロジェクトというものを開始した。中国でこう3桁の数字っていうのは大体軍事工業に、軍事工業を示唆するんですけど、実は、この908っていうのは1990年8月に決めたという、それだけでですね。まあ、それ以上の意味はなくて、別に軍事用 IC を作るという、そういう意図でもないんですね。で、そもそも、工場は出来上がってみたんですけど、アメリカから、設備導入して、工場は出来上がったんですけど、さて、IC 作るってことは分かってて、それは、線幅1ミクロン、ウェハーサイズ6インチということは決まってたんですけど、どんな IC にする、メモリーなのか、ロジックなのかということを、もうろくろく考えてない、なかったということに出来上がってから気づいて、さあどうしたもの、という、かなり、まあ、間抜けなプロジェクトだったんですが、ちょうどそうした工場があることを台湾の人たちが耳にして、じゃあ、私たちに貸してくださいということで、香港に台湾の人たちが会社を作って、世界からその注文を受けて、それをこの908プロジェクトの工場に発注すると、こういう仕組みを編み出しまして、なんとかその無駄にならずに済んだという経緯がありました。しかも、その間ですね、北京では、NEC が、北京の鉄鋼メーカーである首都鋼鉄と合弁で、もっと高度な IC 工場を作っちゃったんですね。なので、結局国策プロジェクトよりも、当局者は、つまり、この電子産業を管轄する電子工業部が知らないところで、鉄鋼メーカーが日本の企業と組んで、その IC 作っちゃったと。
いうので、なんかメンツ丸つぶれになって、電子工業部は、この、NEC の工場を、まあ、内部ではすごく敵視してるんですね。敵視していたんです。それで、まあ、自分たちが、やっぱり、もっと高度なやつ、作ってやると、息巻いて、始めたのが909プロジェクトで、こちらは、まあ、より大きな8インチ。線幅は NEC と同じ0.5ミクロということですけど、この頃、まあ、台湾の TSMC が、すでにこう、勃興していたので、台湾方式で行こうと。つまり、この工場は、ファウンドリーにして、生産専門にして、で、ファブレス、設計専門にやる会社も作って、それで分業させようと、こういう構想でスタートしたんですね。しかしながら、このような高度な、工場技術を持っているのは外国企業でありまして、で、外国企業にいろいろ打診したんですけど、結局、技術提供してあげてもいいよと言ったのは NEC だけであったと。まあ、この頃、ようやくココムが終わって、まあ、それでも最先端の半導体技術を、中国に提供することに関しては、日本政府の中で、異論もあったようですが、まあ、そこをこう、押し切っちゃって、NEC は、技術を提供したわけです。ただし、NEC は、このファウンドリー構想というのは、うちは受け入れられない。うちは、ファウンドリーやったことないから、メモリー、DRAM 作らせてくれと。うちが得意なのは DRAM だから、DRAM 作らせてくれと。言ってですね。で、結局、まあ、DRAM の工場になったんですね。そして、先ほどの、北京の NEC の工場もそうなんですけど、NEC が出資して作った IC っていうのは、まあ、ほとんど8割ぐらい日本の NEC が買い上げて、それで、あとはもう NEC というブランドがついた状態で、世界のユーザーに送られるわけなんですね。ですから、まあ、どこで作られようとするは結局 NEC のものを作ってる。NEC の、まあ、下請け、まあ、ということになって、まあ、またもその中国政府は、なんていうか、ほぞをかんだというか、一体俺たちは何をやったんだろうみたいなことになったんですが、ただ、思いがけず、この、909プロジェクト、この NEC が出資した909プロジェクトは、メモリー生産をやめざるを得なくなって、それは、まあ、2001年にドットコムバブルが崩壊したからなんですが、で、大赤字になって、もうメモリー、そんな工場必要ないということで、NEC が予定より早くですね、この経営権をもう中国側に返しちゃうということになりまして、で、中国側が、じゃあ、まあ、最初の構想に戻って、これファウンドリーにしましょうということにしたんですね。で、まあ、そのちょうどこの切り替えが行われた半年後ぐらいに私、この工場に行ったら、まあ、NEC から派遣されたという日本人の方も一人だけでしたけど、対応してくださって、まあ、ファウンドリーとしていろんな、IC の受注して作ってんだよと。で、印象に残ってるのは一つは中国の身分証のチップなんだという、ことでした。こうして、国策プロジェクトが、ちょっと急ぎます。国策プロジェクトが失敗したので、2000年から2013年までは、もう国策プロジェクトを立てずに、まあ税制面で優遇すると。で、もう外資でもどんどん来てくださいという政策に変えたんですね。で、そうし
で、まあ、いろんな各国のメーカーが中国に進出していったんですけれど、2014年になって、突然、再び、その国策、国が、IC 産業政策に全面的に乗り出してくるわけです。で、その主な手段は、国家投資ファンドを作ると。で、まあ、2014年にできて、つい数年前ぐらいまでは、この国家投資ファンドの規模は1387億元であると。3兆円いかない程度ですけど、まあ、であると。で、第2期が2019年に発足して、そっちは2000億元であると。4兆円であると。だから先ほどの冒頭に触れた、その5兆円以上っていうのは、まあそこから来てるんですけど、実際にはですね、ようやく最近になって私明らかになってきたんですけど、実際の資本金は987億元なんですね。だから2兆円にちょっといかないぐらいだということです。それから先ほど、冒頭にも触れた、国産化率70%云々というのはですね、これ中国製造2025の中に、これは IC ではなくて、重要部品と材料の自主保証率を2025年には70%とするという、こういう文言があるんですね。で、これ自主保証率っていう言葉は、後にも先にも、ここにしか出てこないので、一体どういう意味か不明ですし、重要部品材料っていうからには、まあ、いろんなものがそこに含まれるので、IC に限っての目標ではないんですね。で、まあ、おそらくこれを読み間違えたんだろうと思います。で、じゃあ IC の国産化率がどこにもないかというと、実は中国製造2025の下にある、下にこういっぱいいっぱいこう、やたらにいろんな政策文書があって、その中にですね、専門家委員会が作った文書っていうのがあって、その中に出てくるんですね。ただし数字は違っていて、2030年に75%を目指すと。まあ、当たらずとも遠からずという感じですが、こちらの方が、まあ、一応、まあ、中国政府の、まあ、片隅にある目標。ただし、あまり政府の人も知らない目標である。で、先ほども触れましたが、この IC 投資ファンドは2期に分かれていて、第1期は、結局、まあ、987億元。第2期の方は資本金2041億元を予定してますが、これだんだん投資先が増えるとともに、だんだん資本金を払い込んでいくという形をとっているので、こちらの、表にあるようにですね、その第1期の方の資本金が全部払い込まれたのは2019年。第2期の方はまだ、1100億元ちょいぐらいなんです。で、第1期の方は、こうして集めたお金を、私が一番最初にこのデータ見たときは80社に投資してたんですが、2022年1月に80社に投資してたんですが、現状では74社に減っていまして、投資額も、2021年1月に比べると、今月は、だいぶ少なくなってます。だからどうも、もう、こう、エグジットの過程にある、まあ、いつまでに辞めるのかわかりませんけど、エグジットの過程にあるというふうに見られます。それから、この表の1の方をご覧いただきますと、株主資本という数字と、資本金っていう数字がありますけど、この両者の差は、いわゆる内部留保ですね。で、表1の方からわかるように、結構な額の内部留保があるんですね。
2022年ちょっと減っちゃってますけど、まあ、投資先が破綻したからだと思うんですが、減っちゃってますけど、それにしても、差し引き900億元近い、内部留保が溜まってると。で、一方、第2期の方は株主資本と資本金の差はほとんどないので、まだ内部留保はそんな溜まってないですね、ということで、第1期はまあそういう意味でもう、なんでしょう、その目的は完了して、まあ、なんなら今すぐ、持ってる株を全部売って、で、解散しちゃってもいいぐらいな。それでも結構な、投資家にはね、結構なリターンがあるはずですよね。まあ、そのような状況で、まあ、だからこれはやっぱ投資なんだと。回収を目的とする投資なんだと。一方、第2期の方は、これはまだ回収段階にはほとんど入ってなくて、まあ、利潤のところを見たらわかりますけど、まあ、あんまり利益も、つまり配当もまだ上がってきてなくてという、まだこれからってことだと思います。この投資ファンドの、投資の内容ももう少し、詳しく見ますと、第1期、第2期とありまして、第1期の方は、現状では、74社に投資してるんですけど、うち4社はすでに、廃業してるので、まあ、それを除くと70社に投資してると。それから第2期の方は47社に投資してるということです。それから第1期の方は、投資先の中に投資会社があるんですね。21社の投資会社があって、その投資会社が、また他からも資本を集めて、そして、半導体関連の、まあ、相対的に小さな会社に投資してます。それを、集計しますと、すいません、表の方が、先ほど表の方を訂正したんで、表の方が正しいんですけど、259社に、333億元余りを投資していると。で、まず、この分野から見ると、その半導体のまあ一番上流である、設計とか材料とか設備の分野から、その下流である、まあ、ファウンドリーとか IDM とか、それからさらに下流であるこうパッケージング検査、組み立て検査の部門、こういった部門にも、まあ、全面的に、投資をばらまいてるっていうことが、まあ、ここから読み取れます。それから、金額的に言うと、ファウンドリーと、IDM が非常に多い。まあ、やっぱりその、IC の特に、いわゆる前工程と呼ばれる、部分は、非常に、投資額が多いので、まあ、それを含むファウンドリーと、IDM には、非常に巨額の投資が行われてまして、特にですね、3社に集中してます。まず、最初に投資が集中したのは、思考集団とスミックですね。そして最近投資が、新たに増えているのが、下の方に書いてます。長金メモリーという、会社で、まあ、それぞれに対して、まあ、ざっと日本円で1兆円ずつ、それから、まあ、長金メモリーの場合、まあ、まだ6000億円ぐらい、まあ、そんな感じで、投資を行っております。で、一方、他方で、非常に多くの会社に、少額ずつ、投資している面もありまして、例えば、そのシリコンウェハーの会社に、これは5億6700万元ですから、ここはまあそれでも多いですね。100億円ぐらいですね。それから設備関連も、いろいろ投資してまして、まあ設備は、ある意味、その一番中国のウィークポイントであるので、ですけど、
でもまあそんなに巨額の投資を、まあ投資しても問題が解決できるってことでもないようで、金額から言うとそんなに、ものすごい、投資ということでもあります。それから、まあ、興味深いのは IC の設計の分野ですね。これは、第1期、第2期、それから投資会社経由を含めると118社に、平均3000万元ずつ投資してるんですね。で、非常に多くの投資先に投資してて、それも、これ、一社一社何を開発してるのか全部それぞれのホームページでチェックしたんですけど、結構重複してるんですね。重複しまくってると言ってもいいぐらい。電源管理とか、各種のセンサーの類、携帯電話のベースバンドと呼ばれる、まあ、基本的なロジックとか、そのメモリー、様々なメモリーとか、まあ、大体一つの分野に、で、軽く10社ぐらいに、こう、投資をばらまいてるということが、まあ、見て取れます。それから、先ほど、まあ、話題にした、地方政府の IC 投資ファンドですね。その日経新聞では、5兆円、地方政府が投資してるって言ってましたけど、こちらが私が、リストアップした地方政府が、出資して作った IC 投資ファンド12社ですけど、この投資額を全部合わせても886億元ですから、まあ、先ほど言ったように1.6兆円ぐらいでありまして、到底5兆円には届きません。まあ、そのような、誤解が生じた理由は明らかでありまして、当初はみんなすごいこと言ってたんですね。例えば、上海の投資ファンドは500億元投資するぞっていうふうに触れ込んでましたし、北京の方は300億元投資するぞって触れ込んでたんですけど、実際、蓋を開けてみたらもうその数分の1ぐらいにとどまっちゃっているんですね。で、あと、この中で興味深かったのは、江蘇省のファンドでありまして、これ、江蘇省の、まあ、無錫市とか南京市とかがそれぞれお金を出し合って一つのファンドにしてるんですけど、そのファンドの投資先って全部国家ファンド、国家の IC 投資ファンドですね。だから、地方のお金集めて、中央のファンドにこれ預けましたって言って、あげちゃったということです。まあ、以上の述べたように、IC 投資ファンドっていうのは、補助金出す機関じゃなくて、投資してると。まあ、その証拠は、第一期ファンドの場合、すでに、その内部留保を貯めて、どうももう、排出へ向かってる。エグジットに向かってる。ということですね。で、まあ、確かに国策的な面はありますと。それは、特に3社、スミック、思考集団、彫金メモリーの3社に、まあ、それぞれ巨額の投資をしてるから、国策的な面はあるんですけど、まあ、その3社のうち1社が実は倒産しちゃってますので、まあ、それもあって、まあ、それと関係あるかわかりませんけど、小さな少額の投資を非常に多くの、会社にばらまくっていうのも、この投資ファンドの一つの特徴かと思います。国産化率、どれぐらいいってんのかということなんですけど、これ、ものによって書いてることは様々でございまして、そもそもこう共通の前提になるような、この中国の IC 市場の規模はどれぐらいでとか、そのあたりからして全然違うことが言われてます。そもそも IC の場合、中国の貿易統計も全く参考にならないという問題があってですね。なんか国境を IC が出たり入ったりしてるみたいで、どうやら。
あんまり参考にならないんですけど、まあ、どうにかこうにか、作り出したのがこちらの、国産化率でございまして、私の見立ては2021年に25%をちょいと超えたぐらいですから、まあ、国産化率自体は増えているので、その面では、IC 産業政策も、まあ、それなりに効果は出てると。ただし、まあ、いわゆる世間で言っている、目標には到底届かないですね、と。最近のこの分野での、事件といえば、ファーウェイのが、突然 5G が使えるスマホというのを売り出したと。昨年売り出したということですけど、ファーウェイがそのようなものを作ることを、もうアメリカは必死になってブロックしようとしたんですけど、まあその鼻を明かした、ということがありましたが、ただし、まあ本格的にそのレベルの IC が作れるようにはどうもなってないらしいと。すいません。ちょっと先を急ぎるので、液晶の方の話も言っちゃいたいと思います。こちらが、液晶パネル、テレビ用の液晶パネルの、世界の主な、世界の企業のシェアですけど、このピンクにしたところが中国企業ですね。4社で、だいたい世界の7割ぐらい。で、緑が台湾企業ですね。その上のしましまは韓国企業で、青は、まあ、シャープということですけど、まあ、ご覧のような、中国企業のシェアが急速に伸びているらしいです。で、まあ、ここにどうやって至ったかということですけど、ちょっとまあ、この辺は前史なので、もうすっ飛ばしましてですね。今世紀に入るあたりから、話していきますが、2000年の時点ではまだ日本企業が強かったんですね。で、その後、2000年代に入ってから、韓国のサムスン LG が、パネルの大型化で日本企業をリードし、それから台湾勢は、パソコンの ODM 生産を、すでにいっぱいやってたので、まあ、そういう需要が同じ企業グループとかの中にあるので、積極的に投資して、2007年にはもう韓国、台湾勢が日本勢を圧倒するような状況になってました。まあ、そうした中、シャープだけは、サムスン LG に負けないぞということで、パネルの大型化競争を続けていたんですね。そしてついに2009年に第10世代と呼ばれる、まあ、3メートル四方の液晶パネルを作るラインを稼働させて、それでこれでもう勝負あったかと思われたが、逆にこれでシャープは潰れちゃったんですね。で、なんでダメだったかというと、これだけ大きいパネルですから、まあ理論的に言えばそのサイズのテレビを作れるんですけど、まあそんなのはどこにも置けないので、普通は6つに割るんですね。で、そうすると65インチテレビが6つできるんですけど、この当時の世界の60インチ以上のテレビの需要って200万台ぐらいしかなかったところが、この工場では年間500万枚以上作れてしまうということで、ちょっと多すぎるわけですね。まあ、理論的にはもっと細かく分けて20インチぐらいのをこういっぱい作ることもできるんですけど、そうすると、その巨額の投資をした意味がないので、まあ、メーカーとしてやっぱりなるべく大きいやつを高く売りたいと。で、問題は、シャープは、垂直統合路線を取っていたので、まず自分の自社のテレビに載せる。で、余ったら他のメーカーに売ってもいいよ、みたいな、まあ、方針だったので、他のメーカーも、なかなか、そんなに積極的に買ってくれない。ということで、完全に、
供給過剰になってしまった。で、この液晶産業の悩ましい点はですね、小さくしちゃうともう過当競争で利益なんかほとんどないと。やっぱり大きいやつを高く売って、それで投資を回収するっていうことへ走らざるを得ないと。ところが、テレビを大きくすれば大きくするほど市場は小さくなってしまうわけですね。そんなわけで、多くの企業が、まあ、大型化競争からドロップアウトして、まあ、スマホ用とかそっちの方へ転換したり、あるいはやめたりということになりまして、まあ、どんどんこう企業数は少なくなっていくわけです。中国企業がじゃあどこから出てきたかというと、まあ、その第1号は、京東宝という、もともとは国営企業で、まあ、真空管とか作っていた会社ですけど、90年代初めにはもう経営が悪くて、で、従業員が、工場を買い取ったんですね。ただし、その時に全部、全額買い取ったんじゃなくて、10%程度国有株が残ってたので、まあ、かろうじて若干国有みたいな形になっております。で、この京東宝は、松下電器が北京で作ってたブラウン管の工場と、関係が深かったんで、なんかその周りでなんかやろうとしてたんですが、98年に、まあもうブラウン管じゃ、埒が明かないから液晶だと決意して、液晶の部品とかを作っていって、2003年に、まあ、韓国のヒュンダイの液晶工場を、まあ、買収して、で、そこから液晶に参入するんですね。で、この京東宝は買収したときに韓国に120人のエンジニアを送り込んで、どうやって液晶で作るのかを学んで、そして、すぐに北京に、工場を作ったのでございます。工場はできたんですけど、まあ、競争が激しくてですね、最初の2年は大赤字になってしまいました。で、この時に北京市政府が補助金を出したり、国家開発銀行がお金を貸してくれたりということで、なんとか、潰れずに、2009年になって新たな工場、第6世代というものを立ち上げました。で、これ以降、この京東宝が工場を増やすごとに地方政府が、資本面で援助してる、くれるということが、常態化しまして、で、まあ、そのために、その地方政府に出資してもらうために、京東宝は、もともと北京の会社ですけど、全国各地に新しい工場は必ず別の地方に建てると。そうすると、その地方政府が喜んで投資してくれると。これを繰り返しまして、工場を増やしていったんです。特に2015年に合肥市、安徽省合肥市に作った工場などの場合は、の場合には、京東宝側が出資したのは、たったのと言いますか、20億元で、合肥市側が220億元出資すると。こちらが、資本金をちょっとグラフにしてみたんですけど、このオレンジの部分が、京東宝が自分で出資した部分で、グレーと黄色は地方政府が出資した部分で、で、2023年に、地方政府の出資分を買い戻してるっていうのがわかりますよね。で、これが、その、パターン、なんです。あ、これ、この1月に京東宝の工場に訪問したんで、まあその時写真撮ったんですけど、まあ完全に自動化されていますね。で、この工場も北京市が半分出資したということです。2015年に京東宝は世界で最初の第10.5世代ラインの建設を始めて、2017年12月に生産を開始しました。
シャープが2009年に第10世代というのを稼働開始しましたけど、そこから0.5世代、上がるのに8年かかったと。この0.5世代上がるってことは、大きさで言うと縦に24センチ、横に6センチ大きくなって、75インチテレビが6枚撮れるというサイズなんですけど、で、京東宝に1月に行ったとき、この先ありますかね？って言ったら、まあないねっていう感じでしたね。もうこれが、大型化の最後だろうと。で、先ほど述べたように、京東宝は、新しい工場を作るたびに地方政府から出資を受けてきたので、それを集約しますと、直近で言うと2022年末の時点で、この生産子会社の資本金総額のうち29%は地方政府が所有していると。地方政府というか地方政府の元の投資会社が所有していると。一部にはすでに地方政府から買い戻した分があるので、それも含めますと、延べ846億元の出資が行われてきました。中国第2位のメーカーは TCL 化成っていうんですけど、こちらも全く同じような話で、工場を増やすたびに、他の地方に工場を作って、そこで現地の政府が出資すると。で、全部まとめると、まあ、29%が地方政府の出資であると。この TCL 化成は2020年にサムスンの工場を買収して、2022年は韓国のサムスンの液晶を買収しちゃったんで、もう、サムスンはそれで液晶からは撤退したということになります。それから、第3位の液晶、中国の液晶メーカー、HKC というのがありますけど、これは、摩訶不思議な会社でございまして、2015年まではなんか小さなですね、どうも、まあ、深センで、なんかモニターとかなんか電子製品を作っている、もう民営企業だったんですね、資本金1000万元。小さな民営企業だったんですけど、これが突如、2015年に液晶に参入するで、重慶市に工場を出して、その時に重慶市政府が、30億元出資したと。で、以後、やはり同じような話で、各地に工場を出しちゃ、その都度、地方政府の元の国有企業が、投資するということを繰り返してまして、2023年末時点で言うと、地方政府絡みの投資が、資本金の66%を占めるという、一層高い、比率なんです。特に驚くべきは、この湖南省浏陽市というところが、200億元ぐらい、投資してんですね。一体こんな聞いたこともない都市がなんで、まあ、4000億円ですよね。そんなに投資するのかと。まあ、不思議なんですが。で、この3社が今、中国メーカーの、まあ、トップ3なんですけど、この他にも液晶メーカーはかつていろいろあって、まあ、もっと国有企業に近いものがいっぱいあって、それらも、地方政府から、投資を受けていたので、先ほどの3社だけが特別に、エコひいきされていたわけではなくて、地方政府は、まあ、液晶産業というと、なんか割と喜んで投資したようなんですね。ただ、他の4社は、まあ、うまく波に乗れずに、途中で、まあ、小さいパネルの方に脱落したりしていったので、
だんだん大きくなる、3社がだんだん大きくなるとともに地方政府はますます、投資するという、まあ、この雪だるま式に拡大していったっていうことがわかります。なぜ地方政府がそんな聞いたこともない、地方が4000億円投じるとか一体どういうことなのということなんですけど、まあ、一つの背景として、産業政策というか5カ年計画の中に、このディスプレイというのが、まあ、重要分野として挙げられていたということは、まあ、言えるんですけど、でも、それほど、突出してたわけじゃなくて、IC と並ぶ、IC ほどの重要性が置かれていたかというと、それもそうでもないような気もするので、ちょっとそこはよくわからないと。で、まあ、なぜ、じゃあ中国メーカーがこの液晶パネル産業を席巻できたのかと。まあ、一つの背景として、明らかにその2010年以降ですね、技術進歩がゆっくりになったと。それまでは、1、2年で1世代駆け上がってきたのが、急にもう限界に来た。で、産業が成熟すると、技術面では、まあ、設備メーカーとか材料メーカーが、もうフルセットで設備提供するということにもなりますし、あと、投資規模が巨大化して、中国ではなぜか地方政府が、大きな額の投資をしてくれるということで、投資競争に勝つには有利だったと。それから、まあ、あえて言えば、サムスンも LG もシャープも、それぞれテレビも作ってる会社ですね。で、どうしてもそういう会社というのは、まあ、他から見ればですね、やっぱり自分のところを優先するんじゃないかと、自分のブランドを優先するんじゃないかと、そのようには目で見られる。それに対して、強東宝っていうのは、まあ、基本テレビメーカーじゃないので、まあ、TCL はテレビも作ってますけど、外販中心っていう姿勢を、こう、鮮明にして売り出したというのを、まあ、成功の、まあ、理由なのかなと思います。これ3月に行った時の、私が撮ったんじゃないですけど、私が出た番組の、こう、スクリーンショットなんですけど、この、まあ、TCL の、まあ、最先端ですね、この10.5世代、液晶ラインの隣には、日本の AGC のガラス工場があってですね、この廊下を通じて、薄いガラスが、これ3メートル四方ぐらいの薄いガラスがこう供給されていくと。このわけで、内部を見ればですね、実は日本企業が、大いに支えてまして、例えば、まあ、露光装置、ちょっと色がわかりにくいですけど、1台40億円のニコンの露光装置がずらっと並んでるとかですね、まあ、設備や材料の面では、そうした、まあ、外国企業の助けを大いに借りてるということが、まあ、見て取れるわけです。まあ、そろそろ時間も来たので、締めくくりたいと思いますけれど、まずこの液晶産業において中国が急速にキャッチアップできたのは何でか。これはまあ、なんといっても、地方政府が、なんか、なぜか、まあ、ものすごく、熱心にね、投資してくれたと。それで、投資競争に打ち勝ったと。技術面で言うと、液晶の、まあ、大型化とか、製品の、こう、高度化、技術進歩の面で、だいぶゆっくりだった。まあ、進歩がないわけではないんですけど、もちろん進歩はしてるんですけど、で、中国企業が、進歩を担っているということももちろん、事実としてありますけれど、まあ、2009年以前のようなんですね、急速な進歩に比べると少し緩やかになってきた。だから、後発の企業がキャッチアップしやすくなってきた。設備メーカーの役割が大きくなってきた。まあ、お金出して買えばですね、なんとか追いつけるということに
なってきたっていうのが、まあ、大きな背景なのかなと思います。地方政府はなぜ投資したのかということなんですけど、これも端的に言って儲けるためなんでしょうねと。で、つまり、まあ、もちろん地元にその液晶のようなこうハイテクっぽい工場があって、あるのは嬉しいんだけれど、でも明らかにその、先ほどいくつかお見せしたように、地方政府は、まあ、工場の立ち上げのところで資本を入れて、立ち上がったらエグジットするっていうですね。そういう、サイクルを描いていたと。だからまあ、いわゆる助成金じゃなくて、ちゃんと回収することを目的としていた。と思うんですね。で、中国の IC 投資ファンドも、同じサイクル、同じようにですね、こう立ち上がるとこでお金入れて、伸びてきたら、売るっていう、こういうことを狙ってるんだけれど、狙ってるのは明らかなんだけれど、まあ、液晶ほど、その投資判断は簡単ではないんじゃないかなと思います。液晶は、まあ、その、タイミングを間違えずに、思い切って数千億円出せばですね。まあ、うまくいくと。みんなが苦しい時に思い切って数千億円出せば大体うまくいくというふうに、こう、成功のシナリオが多分わかりやすいと思うんですけど、IC の場合はそもそも製品の用途が多様なので、いわゆるニッチがいっぱいあるので、そう簡単ではない。で、そんなわけで、今日お分かりいただけたかと思うんですけど、地方政府の IC 産業に投資、対する投資って、結局だいぶ、なんていうか、その、看板倒れに終わったというか、期待外れに終わった。液晶に比べて、液晶の場合には、小さな地方政府が200億元をボンと出したりしてるけど、IC の場合には、北京市政府とかでも60億元とかですね。投資ファンド60億元とか。全然ちょっとしか出してないですね。で、ということで、中央と地方の関係が、液晶の場合はもう地方がやたらにいっぱい投資してると。中央は特に投資してないと。IC 産業は逆で、中央は巨大な投資ファンドを立ち上げたけど、地方は大してやってないということですが、特に、今日はあんまり触れませんでしたけど、その IC 投資ファンドの大きな、挫折として、有力な投資先の一つが、倒産しちゃった。思考集団が倒産しちゃった。で、それに関わって、その投資ファンドの関係者が20人ぐらいですかね、逮捕されたと。その後、一向にその続報がないので、一体どうなったのか、わからないんですが、いずれにせよ、結構手痛い失敗を経験し、現状では、よりリスク分散的な方に向かっているように思われます。はい。これにて、終了したいと思います。どうも、ご清聴ありがとうございました。